テバトロンはアメリカ合衆国入りの異衆バタビアにあるフェルミ国立加速器研究所が有する衝突型粒子加速器である。2008年にセルンの LHC が稼働開始するまでは世界最大の衝突型加速器であった。周徴6 3トルのシンクロトロンを用いて陽子と汎陽子を最大エネルギー1テーブまで加速することが可能であり、これは テバトロンの名称の由来ともなっている。テバトロンは1億2000万ドルの公費をかけて1983年に完成した。稼働開始後も定期的に性能向上が図られ1994年には2億9000万ドルをかけてメインインジェクターが新設された。特服多くの発見に 初めて成功するなどの功績を挙げたものの、LHC の稼働開始により、テバトロンは2010年頃に運用を終了する見込みとなった。2010年には、一度2014年まで運用を延期する計画が持ち上がったものの資金不足により、頓挫し、2011年1月10日にアメリカ合衆国エネルギー省より、 テバトロンを閉鎖するという発表がされ2011年9月30日14時に運転終了した。1968年12月1日、線形加速機が起航した。メイン加速機の格納容器は1969年10月3日に、ナルの所長、ロバート・ラスバン・ウィルソンが最初に、シャベルで地面を掘って、建設を開始した。これが、 周長6 3トルのフェルミラボのメインリングとなった。リニアックは最初の200メブビームを1970年12月1日に始動した。ブースターの8ジェブビームは1971年5月20日に初めて生成された。1971年6月30日にヨーコビームが国立加速器研究所のメインリングを含む 加速機システム全体に初めて導入された。ビームは7ジェブまでしか加速されなかった。当時、ブースター加速機はリニアックから200メブの用紙を取り出し、そのエネルギーを80億電子ボルトまでブーストした。その後、ヨーコはメイン加速機に入社された。同年のメインリングが完成する前、ウィルソンは1971年3月9日に、 原子力合同委員会に対して超電動磁石を使用することでより高いエネルギーを達成することが可能であると証言した。彼はまたメインリングの既存の磁石と並行して稼働させるためにメインリングのトンネルを使用して同じ場所に新しい磁石を設置することを提案した。これがテバトロンプロジェクトの出発点だった。 テバトロンは1973年から1979年まで研究開発段階にあり、メインリンクにおける加速は引き続き強化された。一連のマイルストーンとして、1972年1月22日に20ジェブ、2月4日に53ジェブ、2月11日に100ジェブにまで加速が向上した。 1972年3月1日、ナル加速機システムは、陽子ビームを初めて当時の設計エネルギーである200、ジェブまで加速した。1973年末までに、ナルの加速機システムは300ジェブで、日常的に稼働するようになった。1976年5月14日に、フェルミラボは、陽子のエネルギーを500ジェブまで引き上げた。この成果により、 1000ジェブに等しいテラ電子ボルトという新しいエネルギースケールを導入する機械が得られた。その年の6月17日、ヨーロッパのスーパー用紙シンクロトロン加速機では400、ジェブの初期循環用紙ビームしか得られていなかった。従来の磁石のメインリングは、その下に超電動磁石を設置するために1981年に閉鎖された。メインリングは、 2000年にメインリングの西側にメインインジェクターが完成するまでテバトロンのインジェクターとして機能し続けた。これは当時エネルギーダブラーとして知られていたが最初の加速されたビーム5 1 2ジェブは1983年7月3日に生成された。初期エネルギー8 0 0ジェブが1984年2月16日に達成された。 1986年10月21日、テバトロンにおける加速は900ジェブまで押し上げられ、1986年11月30日に、初めて1.8テブの陽庫汎用紙衝突が、成し遂げられた。メインリングにとって変わった、メインインジェクターは290万ドルの費用で1993年から6年間に、建てられた、最も重要な追加だった。 テバトロンコライダーラン2は施設のアップグレードが正常に完了した後、2001年3月1日に開始された。それ以降、ビームは980ジェブのエネルギーを供給することができた。2004年7月16日に、テバトロンはセルンのインターセクティングストレージリングが以前に保持していた記録を破る新たなピークルミノシティを達成した。 フェルミラボの記録は2006年9月9日に2倍になり、2008年3月17日に3倍以上になり、最終的に2010年4月16日には2004年の記録の4倍になった。テバトロンは2011年9月30日に運転終了した。2011年末までにセルンの大型ハドロン衝突型加速機はテバトロンの 約10倍のルミノシティとすでに、テバトロンの能力の約3.6倍となる、ビームエネルギー3.5テブをそれぞれ達成している。加速はいくつかの段階で引き起こされていた。第1段階は750ケブのコッククロフトオルトン、全外加速器で、水素ガスが、イオン化され、静電圧を使用して生成された不イオンが加速された。次に、 長さ150メートルの線形加速器に送られたイオンは振動電像を使用して400メブまで加速された。その後イオンはカーボンホイールを通過して電子を除去し、加電したヨーコはブースターに移動した。ブースターは小さな円形のシンクロトロンであり、その周りをヨーコが最大2万回通過することで約8ジェブのエネルギーが得られた。ブースターから粒子は メインインジェクターに供給された。メインインジェクターは1999年に完成し、多くのタスクを実行していた。陽光最大150ジェブまで加速、汎用紙を生成するために120ジェブの陽子を生成、汎用紙のエネルギーを150ジェブまで増加させる、そして陽子または汎用紙をテバトロンに入社させることができた。汎用紙は、 汎用資源によって生成された。120ジェブの陽子がニッケルターゲットと衝突し、汎用紙を含む一連の粒子が生成され、アキュムレータリングに収集を呼び保存することができた。そしてリングは汎用紙をメインインジェクターに渡すことができた。テバトロンはメインインジェクターからの粒子を980ジェブまで加速できた。反対方向に加速された陽子と汎用子は CDF 検出器と D フェーズ検出器で経路が交差し1.96テブで衝突した。粒子を軌道上に保持するためにテバトロンは液体ヘリウムで冷却され4.2テスラの磁場を生み出す774個のニオブチタン超電動装極磁石を使用した。磁場は粒子が加速するにつれ約20秒傾斜した。別の240個のブティを終 極磁石を使用して、ビームの焦点を合わせた。初期のテバトロンの設計、ルミノシティは 1030cm-2s-1 だったが、アップグレード後、最大 4032cm-2s-1 のルミノシティを実現することができた。1993年9月27日、テバトロン加速機の低温冷却システムは、 米国機械学会によって国際的歴史的建造物に選ばれた。テバトロンの超電導磁石に低温の液体ヘリウムを供給する。このシステムは1978年の完成時点で存在する最大の低温システムだった。このシステムによって粒子ビームを曲げて焦点を合わせる磁石のコイルは超電導状態に保たれたため、 常温の時の3分の1しか電力を消費しなかった。テバトロンは、理論素粒子物理学で予測された、いくつかのアゲンシ粒子の存在を確認もしくは、存在について、示唆を与えた。1995年、CDF 実験と D フェーズ実験の共同研究による、特オ多くの発見が発表され、2007年までに、 その質量を1%に近い精度で測定した。2006年、CDF 共同研究グループは、BS 振動を初めて測定したことと2種類のシグマ粒子を観測したことを報告した。2007年、D フェーズと CDF の共同研究グループは、カスケード B 粒子、具材粒子の直接観測を報告した。2008年9月、 D-phase 共同研究グループは測定された質量が、クオークモデルの予測より優位に大きい、二重、ストレンジ、オメガ粒子オーム b の検出を報告した。2009年5月、CDF 共同研究グループは、D-phase 実験のおよそ4倍のデータサンプルの分析に基づくオーム b の探索結果を公開した。 CDF 実験の質量測定値は6054.4プラスマイナス6.8メブ C2 で、標準モデルの予測と非常によく一致しており、D フェーズ実験で以前に報告された値のような、兆候は見られなかった。D フェーズと CDF の2つの矛盾する結果は111プラスマイナス18メブ C2 すなわち6.2標準偏差の差異がある。 CDF によって測定された質量が理論的予測値とよく一致することから CDF によって発見された粒子が実際に o ム b であることが強く示唆されている。LHC 実験の新しいデータにより近い将来に状況が明らかになると期待される。大型ハドロン衝突型加速器で予定されていた発表の2日前の2012年7月2日。 CDF と D フェーズの共同研究によるテバトロン衝突型加速機の科学者は2001年以降に発生した約500兆回の衝突の分析結果を発表したヒッグス粒子の質量は115から135ジェブの範囲にありそうであることを発見した観察された兆候の統計的優位性は2.9シグマでありこれは このような特性を持つ粒子が実際に存在しなかった場合、その大きさの信号が発生する可能性は550分の1に過ぎないことを意味する。しかし、テバトロンからのデータ分析では最終的にヒッグス粒子が存在するかどうかの問題は解決しなかった。大型ハドロン衝突型加速器の科学者が2012年7月4日に 質量125.3プラスマイナス0.4ジェブ、あるいは126プラスマイナス0.4ジェブ、というより、正確な、LHC の結果を発表した。LHC とテバトロンのヒッグス粒子が存在する、質量範囲に関する測定結果が矛盾にしない、ことにより、ヒッグス粒子が存在する強い証拠となった。地震は、たとえ数千マイル離れていたとしても、 磁石に強い動きを引き起こし、ビームの品質に悪影響を与え、さらには破壊することさえあった。そのため、テバトロンの磁石に傾斜系を取り付けて、微小な動きを監視し、問題の原因を素早く特定できるようにした。ビームを破壊したことが知られている。最初の地震は、デナリ地震で、2004年6月28日に発生した。 中程度の局所地震によるコライダーのシャットダウンもあった。それ以来、スマトラ島沖地震、スマトラ島沖地震、ニュージーランドのギズボーン地震、ハイチ地震及びチリ地震といった20を超える地震から発生するシャットダウンに至らない微小な地震動がテバトロンで検出された。ありがとうございます。